重低音に特化したアルトパワーサウンドシリーズが発表されました。ソニーショップセは店長の片山です。アルトパワーサウンドシリーズアルトフィールド1、アルトフィールド7、2モデルが発売になります。アルトフィールド1から説明していきます。一人用のコンパクトアクティブスピーカーになります。本体カラーはブラック、オフホワイト、フォレストグレー、オレンジ、4色展開になっています。一つ前の動画で説明したアルトウェアと同じように重低音に特化したアクティブスピーカーになっています。声域を再生するウーファーユニットは 83mm、42mm、 高域の音を出すツイーターは直径 16mm です。ウーファーとツイーターが独立した2ウェイスピーカーユニットが搭載されています。左右側面に低域の音を出すパッシブラジエーターが付いています。アクティブスピーカーの特徴である耐久性、防水防塵、 IP67 に対応しています。 IP67 とは粉塵が内部に侵入しない、一定時間水の中につけても有害な影響を受けない性能があります。さらに錆に強いんですよね。防水に対応しています。お風呂で使っていただいても OK です。落下に強い本体構造になっております。アウトドアに最適なスピーカーですね。キャップを外していただきましたら USB-C コネの端子が出てきます。 USB-C コネで充電になります。充電時間は5時間でフル充電になります。12時間の動作時間があります。満足していただけれる動作時間だと思います。本体の大きさ、幅 206mm、 直径は 77mm になっています。重さは 650g、 スピーカーの部分はファブリック素材で作られています。汚れに強いです。スマートフォンとスピーカーを Bluetooth 接続するときには Bluetooth ボタンを長押ししていただきましたらペアリングモードになります。 Google ファストペアで簡単に接続することができます。Bluetooth の対応コーディックは SBC、AAC に対応しています。iPhone でも使用していただくことができます。このスピーカーの最大の特徴でもあるアルトボタン。通常のね、音よりもパワー感と低域を強化した音になります。で、もう一回ボタンを押すとアルトオフ。音質テストをしてみました。まずアルトオフから聞いてください。アルトオン。アルトフィールド1は縦置きでも使用できます。マルチウエストストラップがついております。このストラップに引っ掛けていただいて聞いていただくことも可能です。このストラップは横でも使用できますし、縦にしても使用することができます。
左右のパッシブラジエーター、ブルブル振動します。この天板が硬いと全然問題ないんですけど、奥台がね、柔らかいと台自体が振動してしまいます。振動した音がノイズとして聞こえてしまうことがあります。ストラップに吊るすと振動がしないんで、店長的にはストラップに引っ掛けて音を聞くのがいいなと思いました。アルトフィールド1はコンパクトなのが売りです。ですけど、左右から音が出てるステレオ感っていうのはどうしてもないです。そんな方におすすめするのが、スピーカーを2台使うことで、ステレオ音質にすることができます。ステレオ感をね、重視されている方には、ぜひ1台ではなくて、2台同時購入をおすすめします。次は、アルトフィールド7の説明をさせていただきます。アルトフィールド1に比べて、でっかくなったのがアルトフィールド7です。さらに迫力のある音を出すことができます。こちらの商品はブラック一色のみです。商品の大きさは幅512ミリ、直径は224ミリになっています。重さは 6.3 キロ。ちょっと重いです。右と左に114ミリ、114ミリの区形ウーハーが搭載。外側に46ミリの広域トゥイーターが左右についています。左右側面に低域の音を出すパッシブラジエーター。防水防塵性能 IP67 対応しておりますし、防静対応です。こちらの商品もボディはファブリック素材です。電源コードで充電します。2時間でフル充電。30時間動作します。10分の充電で70分の再生が可能な急速充電にも対応しています。バッテリー約 100%。ペアリングモード。Google ファストペアで簡単に接続できます。Bluetooth の対応コーディックは SBC、AAC、LDAC に対応しています。アルトフィールド1よりも高音質で通信することが可能です。サウンドモードは3段階。アルトオフ。アルト1。アルト2。音楽に合わせて光るラインキングが搭載されています。おしゃれですよ。本体後ろに端子部があります。マイクを接続します。ここがマイク端子になります。で、こちらがマイクの音量。マイクのテスト中です。こちらでキーが変わります。
どり着いたら岬の外れ赤い火がつく。スマートフォンでカラオケすることができますんで、どこででも歌っていただくことができます。アルトフィールド1、アルトフィールド7、どちらもね、家に1個あれば面白い使い方ができるアクティブスピーカーです。この商品欲しいなと思っていただいた方は、この動画の概要欄のところにリンク先作っておりますんで、こちらから購入の方よろしくお願いいたします。当店の実績になりますんで、私すっごい嬉しいです。よろしくお願いいたします。岡山駅西口正面にありますソニーショップ清和です。ソニー商品のことでしたら、何なりと店頭で私片山にお尋ねになってください。お答えできるように日々勉強しております。今日は以上です。バイバーイ。Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8